甘切り。切は、日本海軍の吹雪型駆逐艦13番艦、15番艦とする資料もある。吹雪型の E 型で、1930年、昭和5年11月に竣工した。1943年、昭和18年8月、後の米大統領ジョン・カイ・ケネディが定庁を務めた、魚雷艇と衝突、沈没させた。ソロ門会で、 多数の輸送作戦に参加し、激戦を生き抜いたが、1944年、昭和19年4月に、マカッサル海峡で食来して沈没した。1928年、昭和3年9月11日、建造予定の吹雪型駆逐艦2隻に切霧と切霧の艦名が与えられ、艦艇類別等級表に類別された。切りは、 東京石川島造船所で11月28日に寄港。1930年昭和5年2月27日に浸水し、11月10日に竣工した。12月1日、天霧と朝霧で第8区逐隊、横須賀鎮樹布石が編成された。12月3日に夕霧、1931年昭和6年1月31日に佐霧が編入され、 第八駆逐隊は、り、霧、麻霧、夕霧、砂霧の四隻となった。四隻を霧球と呼ぶ記述もある。12月1日、第二艦隊、第二水雷戦隊に編入し、砂霧が第八駆逐隊から除かれた。1933年、昭和八年11月15日、第八駆逐隊は、第二水雷戦隊から外れ、12月11日から、 横須賀警備船隊所属となった。第8駆逐隊は1935年、昭和10年9月26日、第4艦隊に所属して、演習に参加し、三陸沖を航行中、台風に遭遇した第4艦隊事件。切霧は小破し、損傷した夕霧が10月24日に、第8駆逐隊から外れた。11月15日、第二艦隊、第二水雷船隊に、 再び編入した。1936年、昭和11年12月1日、夕霧が第8駆逐隊に復帰した。1937年、昭和12年からは、シ品地兵や仏印新中に参加した。1939年、昭和14年11月1日、第8駆逐隊は、第20駆逐隊に解消され、クレチンジュフに転籍した。 1940年、昭和15年5月1日、第2地区隊は、第1艦隊、第3水雷戦隊に転属した。8月1日、サギリが、第2地区隊に編入し、四隻体制に戻った。8月11日、天霧は1日限りで、第2図会士艦隊機関となった。9月1日、アシダブイチが、艦長に就任した。 第三水雷戦隊は北部仏印進中に伴う陸軍輸送船団護衛任務に従事した。1941年昭和16年8月11日第20区逐隊司令に山田雄二中佐が就任した。1941年昭和16年12月8日に太平洋戦争が開戦すると第三水雷戦隊はマレー半島のシンゴラ。 コタバる上陸作戦を支援した。24日、ボルネオ島攻略作戦で、サギリが沈没した。1942年、昭和17年1月27日、第3水雷戦隊、機関、軽巡川内は、マレー半島南部沿道沖で、日本戦団の攻撃をとした、A 駆逐艦、サネット、5駆逐艦バンパイアを迎撃。第20駆逐隊は、第11駆逐隊。 白雪、吹雪、初雪と共同でサネットを撃沈した沿道沖海戦。その後も第三水雷戦隊はスマトラ島やアンダマン諸島攻略作戦などの支援作戦に従事した。3月10日、白雲が第2地区隊に編入した。4月、日本軍はインド洋の栄艦隊攻撃のため第一航空艦隊をインド洋に出撃させ、南遣い。 艦隊、小沢寺三郎中将は、ベンガル湾で、通称破壊作戦を行った。作戦部隊は三隊に分けられ、天霧は、十順三熊、十順西条と共に、南方隊に所属し、商船五隻を沈めた。4月10日、第三水雷戦隊は、南津海艦隊から除かれて各艦は、内地で整備を行った。5月19日、第二十九区隊は、 ミッドウェイ攻略作戦の出動に備えて内海西部に集結した。第三水雷戦隊は29日、主力部隊と共に瀬戸内海を出撃した。第29地区隊はアリューシャン方面支援の警戒部隊に所属し、6月4日に主力部隊と分離した。17日、警戒部隊は横須賀に帰島した。その後、桂島白地に開港し、 6月下旬から奄美、大島周辺で大戦相当に従事した。7月中旬、インド洋方面通商破壊作戦、B 作戦参加のため、台湾、シンガポールを経由して、マレー半島へ移動し、8月1日までにメルギーに進出した。8月7日、米軍はガダルカナル島、フロリダ諸島などへ上陸し、南太平洋で、 本格的な反抗作戦に着手した。B 作戦は中止となり、第3水雷全体は外南洋部隊、三河軍一大八艦隊司令長官に、編入者、第18師団、川口清志県陸軍少将,将の戦断の護衛を命じられた。第2十区逐隊は23日までに、トラック白地に集結した。8月24日、川内と、 第20駆逐隊は輸送船の佐渡丸と朝霞山丸を護衛してトラック白地を出撃ガダルカナル島へ向かった。しかし同日の第2次ソロモン海戦で制空権を奪還できず第2水雷戦隊が護衛する輸送船団は25日に米軍の空襲を受けて揚陸を断念したため第11航空艦隊から26日駆逐艦での揚陸に変更するよう命じられた。 同日夜、輸送船の川口支隊600名は、第20駆逐隊に異常。川内は輸送船を護衛して、ラバウルに向かい、雨切りなど、駆逐艦4隻は27日夜の上陸を目指して、南下した。しかし、外南洋部隊から、別に揚陸を目指す海風、航風、磯風と合流して28日に上陸するよう、命じられ、第20駆逐隊は、 三体サベル島北の洋上で待機を強いられた。二十八日朝に南進を再開したが、夕刻にガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場の SBD ドーントレス十一機が空襲し、朝霧が沈没、白雲と夕霧が大破して、山田司令も戦死し、揚陸は中止となった。無傷だった雨霧は、朝霧生存者百三十五名と陸兵三百三十名を乗せ、 航行不能の白雲を栄光し、ショートランド白地を目指した。救援の駆逐艦カゲロウと29日に合流し、30日朝に白地に到着した。第20駆逐隊の全領艦が戦線を離脱した、天霧は以降、ショートランドを拠点に輸送作戦に従事した。佐渡丸と朝霞丸の物資や重火器が、不接艦津軽に積み替えられ、天霧とカゲロウ、夕暮れ、 小海底一号二号が護衛して9月1日に出港、ガダルカナル島に向かった。2日夜に揚陸に成功し、甘霧と吹雪、白雪が飛行場を砲撃した。5日、甘霧と吹雪、白雪、影楼、夕暮れでガトウに輸送。8日朝に米軍の増援が上陸して、川口支隊が危機に陥り、川内特築艦発石、裏波、敷波、 ふぶき、しらゆき、あまぎり、かげろう、ゆうだち、ゆうぐれが、同日夜に、ルンガ白地に突入したが、上陸船団は撤収しており、総海艇一隻を座礁させたにとどまった、日本の記録では二隻撃破。陸軍が10日以降に飛行場に攻撃を計画し、海軍も支援した。天まは、従順四隻鳥海、青葉、古高、絹笠と行動したが、 12から14日の川口市体の攻撃は失敗し、ショートランド白地に戻った。9月17日、駆逐艦サザナミとガトー輸送を行った。往路で米艦爆3機の空襲を受けたが、特設水上規模艦山用丸の零式観測機2機が米艦爆を撃退して被害はなく、輸送に成功した。陸海軍の協議で大発動艇を使った輸送作戦が採用され、 天霧は第四水雷戦隊の指揮下で潜水艦位に遺産、綾波と共に低新輸送隊を編成した。9月27日に大発動艇3隻、1隻は放棄をン土場島まで栄光29から30日にも栄光に成功し補給中継基地の設営を支援した。その後も低新輸送隊の輸送作戦は続いた。10月1日、第2隊は 解体され、天霧は第8艦隊に編入された。7日に、第8輸送は一時中断となり、天霧は第3水雷戦隊に編入された。10日、しぐれ、白露とガトウに輸送した。10月、大規模なヘンダーソン基地艦砲射撃と輸送作戦が実行に移されたが、11日深夜のサボ、島沖海戦で、従順古鷹と吹雪が沈没した。 天霧と川内、慶潤ゆら、駆逐艦磯波、浦波、白露、しぐれは12日午前2時にショートランド白地を出撃、従順絹笠や輸送隊を護衛して帰等した。13日、天霧は、外南洋部隊主体、鳥海、木の傘、駆逐艦持月に編入した。主体4隻は、輸送作戦を援護するため、同日午後9時に、再び出撃。 14日深夜に鳥海と木の傘が飛行場を砲撃し、15日に帰島した。しかし飛行場は健在で、揚陸地点で空襲を受けた、輸送船笹子丸、九州丸、東山丸が沈没、大半の物資が失われた。17日、主体4隻は再び出撃し、天霧とも月が飛行場を砲撃した。陸軍がヘンダーソン飛行場の総攻撃を計画し、 支援する日本海軍と米軍の機動部隊が10月26日に激突、南太平洋海戦が勃発した。天霧は白雪、餅月と共に飛行場を占領後に基地航空部隊を揚陸するおつ造園隊に所属したが、飛行場は奪還できず作戦は中止された。11月2日、天霧は木の傘、川内、初雪と第一攻撃隊を編成し、 サボ島付近に進出して輸送作戦を支援した。この後、アマギリは三体サベルジマレカタ水蒸気基地への補給任務に着いた。南太平洋海戦で米機動部隊を撃退した日本軍は11月、再び混合型戦艦によるヘンダーソン飛行場の艦砲射撃と大規模輸送作戦を計画した。アマギリは第二水雷戦隊主体の輸送部隊、 田中雷蔵少将に加わり、もちきと収容隊を構成した、編成は、第3次ソロモン海戦参照。輸送部隊は11月12日、輸送船11隻を護衛して、ショートランド白地を港し、ガダルカナル島へ向かった。14日、ラッセル島北西の海域で、空母エンタープライズ艦載機、ガダルカナル島の米軍航空隊。 エスピリトサント島の B-17 へ爆撃機の攻撃を受け、輸送船6隻が沈没した。アマギリは550名を救助し、損傷した輸送船サドマルをモ月と護衛して、ショートランドに帰島した。12月9日と13日、駆逐艦夕暮れとレカタ基地に輸送を行った。23日、津軽とニュージョージアとムンダ基地に輸送を行った。 12月31日の午前会議で日本軍はガダルカナル島からの撤退を決め、日本海軍はトラック島の使用艦艇の整備を内地で行うことにした。1943年昭和18年1月6日、天霧と駆逐艦電はトラックを出港。電は横須賀に向かい、天霧は途中で合流した、空母随格、従順鈴屋、駆逐艦有明。 夕暮れと12日に内海西部に到着した。1月13日から3月10日まで、天霧はクレで修理を行った。2月にガダルカナル島からの撤退に成功した日本軍は、他のソロモン諸島の防衛を強化した。2月25日、天霧と夕霧は、白雪、初雪が所属する第11駆逐隊、杉野周一大佐に編入した。 白雪が3月3日にビスマルク海海戦で沈没した。天霧は10日にクレオ、出港、20日にラバウルに到着した。天霧はラバウルを拠点にレカタへの輸送作戦に従事した。29日に持月、4月2日に摂風と、持月、6から7日に持月と輸送を実施。7日に、 1> b 1 7重爆1機の爆撃を受けて10名の死傷者を出した。4月29から30日、5月3日、7日、10日の4回は、夕霧、餅月と輸送を実施。5月16日、夕霧が米潜水艦グレーバックの来撃で艦首が切断状態となり、雨切霧はラバウルまで夕霧を栄光した。5月25日、艦長は、 花見公平少佐に交代した。28日と31日、餅月とレカタに輸送した。6月4日、餅月、サツキとラバウル、ツルブ、ニューブリテントを生誕に輸送。10日、花見艦長がラバウルで雨切りに着任した。28日、初雪とレカタに輸送した。6月30日、米軍はニュージョージア島西のレンドバ島に上陸し、 ニュージョージア党の戦いが始まった。急報を受けた、次の指令は7月1日、部下の甘斬りと、初雪、部員の長月、水月、三日月の駆逐艦5隻で同等に急行したが、連合軍側の艦隊と遭遇しなかった。二日夜には、第三水雷戦隊の秋山テル少将が部員を、出撃、定順夕張と、夕なぎ、三日月を用道として、期間新月、甘斬り、 初雪、長月、さつき、もちの駆逐艦5隻でレンドバ島に突入したが、米軍機と魚雷艇に迎撃され、魚雷艇を2隻撃沈したにどまった。米軍は7月4日、戦略目標のムンダ飛行場があるニュージョージア島に上陸した。日本軍は隣接するコロンバンガラ島の防衛を強化するため、4日と5日に第3水雷戦隊で兵員と重火器のネズミ輸送を、 見した雨切は5日の輸送作戦で初雪、長月、さつきともに、第2次輸送隊を編成し、第1次輸送隊、モ月三日月浜風、護衛の支援隊、新月、両風、谷風とともにショートランド白地を出撃した。しかし、コロンバンガラ島沖で米軍の軽巡3隻、駆逐艦4隻に迎撃され、クラワン野戦が勃発した。 輸送隊のアマギリと初雪は雷撃と砲撃を行ったが命中しなかった。日本軍は米系巡ヘレナを撃沈したが新月と長月を失い秋山少将ら第三水雷戦隊司令部が全滅した。アマギリは揚陸作業に戻り成功させたが6日未明に帰還中ヘレナの生存者を捜索する米区ク艦ニコラス・ラドフォードに遭遇した。 攻撃が電信室に命中し電信員や暗号員ら10名が戦死し、天霧も応戦したが命中しなかった。6日朝に部員に寄港した後、ラバウルに移動し応急修理を行った。9日、第11駆逐隊司令は山城勝森大佐に交代した。初雪が17日に部員で空襲を受けて沈没した。8月1日、天霧は部下島付近で、 駆逐艦の輸送隊、ハ風、嵐、シグレとト、合流、三隻を護衛して、コロンバンガラ島に向かった。二日の午前二時過ぎに、アマギリは、ブラケット海峡で魚雷艇と遭遇、衝突しこれ沈没させた、後日。輸送任務は成功し、二日夕刻に四隻は、ラバウルへ帰島した。艦首を損傷したため特務艦ナルトで、応急修理を行った後、四から七日に、 鶴部輸送を実施。さらに、トラック白地で修理を行うことになり、駆逐艦高風が切霧の大艦となった。6日、コロンバンガラ島に向かった軽順川内とシュグレなど、駆逐艦4隻がレーダーで探知した米艦隊の来撃を受け、萩風、嵐、高風が沈没、ベラワン野戦。切霧は、結果的に難を逃れた。8月10日、切りは、 従順町会を護衛して、ラバウルからトラック白地に移動し、艦首の修理を行った。31日、甘切特築館ふずきは、輸送船団5、スマル、リオンマル、箱崎マルを護衛して、トラックを出撃し、9月4日にラバウルに入港した。その後は、ブッ島輸送に従事し、9月下旬以降は、コロンバンガラ島からの撤退作戦に従事した。 10月7から8日、天切ともちづき、さつきで、ニューブリテン南部、スルミに輸送。21から22日にもちづきと、26から27日に、みな月と、いずれも部下に輸送した。31日は、イボキに、ユーナギと輸送に向かったが、敵機に発見され中止した。11月1日、米軍は、ソロモン諸島西部のブーゲンビル島に上陸した。 日本軍は第五戦隊、秒校、羽黒などによる逆上陸を計画した。天霧というなぎ、ふ月、き、月ずき、が輸送隊として出撃したが逆上陸が中止されたため部下に向かった水月を除いてラバウルに引き返した。5日の大規模なラバウル空襲では郊外に退避した。しかし相次ぐ駆逐艦の喪失とラバウル空襲による従順への通打で ソロモン海における日本と連合軍の海上戦力差は決定的となった。6日にブーゲンビル島、太郎機内の上陸作戦が決行され、甘霧、フズキ、ウズキ、ユ夕ナギの輸送隊と駆逐艦をおなみ、巻き並みの警戒隊が出撃した。7日未明に揚陸に成功し、ラバウルに帰島した。第3水雷戦隊、伊集院松次少将機関は一時的に天霧に移り、 8日に、夕張に変わった。部会の緊急輸送作戦が発動され、雨切霧、夕霧、宇木の輸送隊と大波、巻波の警戒隊が編成され、21から22日に輸送に成功した。24日にも、同じ編成で、ラバウルを出撃、揚陸に成功したが、帰還中に、米区逐艦5隻と魚雷艇9隻の攻撃を受けて、セントジョージ岬沖海戦が勃発した。 大波と巻波、夕霧が沈没したが、甘霧は、またしても生還した。12月3日、深夜、甘霧は、ラバウルからトラックに開港する長波、夕張、ふ月、き、みなを途中まで護衛した。6日、甘霧は、栄光輸送船、特20号を護衛するためラバウルを出撃した。7日、ニューアイルランドとカビ園の近くで、甘霧が送還を誤り、 駆逐艦秋風に衝突した。天霧は、艦首損傷で、最大速力18ノット、秋風は6ノットとなり、ソロモン海で長く戦った天霧は内地に戻ることになった。特に10号の栄光任務から外され、カビ園に開港。応急修理実施後、15日にトラック白地へ到着した。同日府で天霧一席となっていた第11駆逐隊は、解体された。 1943年、昭和18年12月20日、天霧はタンカー小川丸を護衛して、トラック白地を出発、サイパンに向かった。21日未明、小川丸はサイパン島の南東遠方沖で、米戦水管スケートの魚雷を受け、同日夜に沈没した。天霧は、救援に駆けつけた軽巡のなどとで、約5時間にわたり、乗員を救助し、 22日にトラック白地に戻った。26日、天霧はスラバヤに向かうタンカー日英丸、朝日、東丸をパラオまで護衛するためずきとトラック白地を出撃。29日にパラオ近海で駆逐艦早場に引き継ぎ、天霧は31日にパラオに到着した。1944年、昭和19年1月9日。 天霧は陸軍の大発動艇輸送特殊艦にギツマルを護衛してパラオを出発、クレに向かった。12日夜、米潜水艦兵区が乱撃し、ニギツマルは沖の大東島沖で沈没した。天霧は他の艦とも協力して約九時間で800人余りを救助し、クレに帰島した。2月下旬までクレで修理し、南西方面の輸送船団を護衛するため、 クレから文字に移動した。三月一日、天霧は第三水雷戦隊を外れて、第十九駆逐隊、裏波、式波に編入、体調不良で式が取れなくなった花見に代わり、艦長に吉永元少者が就任した。同日、総海底三十号と共に、元零七ー戦団として、文字を出撃し、九日に台湾、高尾号に到着した。十三日、 海防艦艦樹と共に、五53戦団を護衛して南下し、18日にシンガポール到着した。4月2日、天霧、海防艦末は、水雷艇ハとと五55戦団を護衛中に、米潜水艦兵区が攻撃し、輸送船たら、艦丸が、ひかみなりして、船体全部を切断されたが、戦団はシンガポールに到着した。は、ダバへの輸送作戦に参加し、 20日に、従順青葉、平順大井とシンガポールを出発した。23日午後、天霧は、マカッサル海峡で食来。復旧かなわず、魚雷陶器と、君がよ水槽後に、総員退去が宣言され、上院は、観光法から海上に飛び込んで脱出した、花見前艦長の教え子で、機艦長の西野園茂は退官せず、艦と運命を共にした。 午後2時53分、天霧はの海域で沈没した。幸い昼まであった上に、海上も穏やかであり、生存者180人は青葉と大いに収容された。6月10日、天霧は駆逐艦席から除籍された。艦名は、海上自衛隊の護衛艦が霧に引き継がれた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。